今宇都宮におります、で今日はですねお昼を食べる暇がなくて宇都宮に来てからこれからオフ会なんですけどパソコン太郎パソコン二郎さんが主催してくださってる、このなんだっけオリオン餃子というところに行ったんですが美味しかったもうすぐなんかありがとうございます。あ、どうもおんちゃん美味しいとっても美味しい美味しいなんか餃子をいただきました。このまろやかですごいなんかねまろやかであと餃なんかねニンニクも入ってるみたいなんですけどすごい、美味しくて最初 W オリオン餃子12個いたっていうかそんな食べられるのかなと思って普通食べますかって言ったら普通食べますって言うから食べましたら普通やっぱり普通食べました美味しかったですということで、オリオン餃子おすすめです、宇都宮の駅のすぐ前にあるんですが、ぜひ皆さんも食べてみてください。なんかねちょっと夜はなんか、いろいろ、つまみなんか持って居酒屋っぽい、餃子居酒屋みたいな感じになってるみたいです。とても美味しかったです。宇都宮久しぶりなんですがこの辺宇都宮ブレックスプロバスケットボールチームのね旗があってすごいなんか中核都市としての風格をそこをね置いていったねすごいって言って新しい、なんだっけ列車システムなんとかっていうやつに乗っていった記憶あもう一個向こうかあの時堀江がいて堀江貴文さんとパソコン太郎とかパソコンジムコとか、大塚さんもいたかな、ねすっかりこの隈研吾建築ができてライトラインかライトラインメダル、ができそしてこの駅前のねこの、ライト級これがすっかりなんかいい感じの街になってますね宇都宮非常に注目されてる、街かなと思います。こういう形でねいろいろ地方の中核都市が元気になっていくことはあると思ったので今日もね深いがあるということで楽しみにしております。おう空が多いぞ空が大きいぞいい感じだぞ、ね、本当パソコン太郎パソコン事務所皆さんありがとうございます。わかります。